コートを使ってみてください。Hey guys、 ユニです。はい、というわけで本日は私のナイトルーティンを紹介していこうと思います。あ、ライトルーティン、やばい、もう2時15分、もう最初のスタート、遅えっていうことで、撮影が終わったらね、まず最初に化粧落とします。使ってるのがアンドビーのクリアクレンズウォーターでいただき物です。なんかダブル洗顔しなくていいっていうのですごい良くて、敏感肌の私でも使える、すごいいい商品です。次にやるのがご飯の時間です。もう YouTuber あるあるかもしれないけど、ご飯食べる時間がまあ遅いってので、今日は私のお気に入りのカルボナーラを食べようと思います。もうね、カルボナーラどこが一番うまいかって言ったら、ローソンの生麺パスタが一番うめえ。もうしかもレンジもさ、高くてさ、位置も本当に追いつけなくて困ってます。で、待ってる間にピアスを落として、取ってで、髪の毛もね、落とすんですけど、これウィッグなんだよね。こうみんなにね、こう取ってる瞬間を見られると、え、大丈夫ってまず最初に言われますね。違います、ウィッグです。ということで、出来上がりました。はい、で食べるときなんだけどさ、私のいつもの定番なんですよね、こちら。ドゥンドゥクドゥンドゥン、 PC! そう、 PC でネットフリだとか、あと YouTube とかよく見てます。 YouTube だったら1000 Pound Sisters っていうなんかシリーズ、 TLC っていう番組があったり、それを見たりとか、あとはネットフリックスではあれかな、鬼滅超見てます。もう進撃も好きなんだよね。進撃は漫画がダメだもん喋れる気がしません。はい、ごちそうさまでした。喋れなさすぎじゃねえ、マジで。というわけで、それが終わったら次にやるのはこちらですね、洗濯物でございます。洗濯物一応回しときました、してないんだけど、ね、ここは畳物なんだけど、マジでね、自分の畳、洗濯物を畳むだるすぎて、なんか誰かのためとかさ、家族のためとか、友達も何でもそうじゃん、やってあげるとか、やってあげようかとか、この人のためにやろうと思ったら、もうやりがいがあるじゃん。ないんだよね、マジで。というわけでね、はい、こちら片付けていきます。では寝室ルームへゴー。はい、さっきのラックはですね、寝室用のやつなんだよね。撮影用に一応買ったものなんだけど、一応ここにね、ジャケットとかあった場合ポイッと置けるようにしてます。で、なぜか知らんけどここだけスローモーション、なんでみたいな、なんもしてないじゃん私設定で、と思ってたんだけど、これ見て、めっちゃすげえと思って、もうなんかふわふわしてるって逆に興奮した、最高。ということで、今はね、寝る準備をしています。これ朝やることも多いんだけども、この時ね、昼寝しました。なんでその時の髪の毛をコロコロで取って、ホコリもね、ちょっと片付けている感じです。はい、でも疲れたよって感じだな、ここはもうなんかだるいんだよな、疲れた、しかも生理前だったし、これ撮った時死ぬかと思った。ということで、今何をしているのかっていうと、携帯を見てます。もう大好き、携帯。生きていけない、ノーライフノー携帯。逆。で、ほとんどの時間はですね、動物のもの見るのが大好きで、もう動物大好きなの。しかもこれ見てほしいの、もう可愛いのがさ出てきちゃって、もうシェアする人いないから、私一人でももうちょいでシェアするよ。ほらちょっとね、カットの問題でここ長引いちゃって困ってんだわ。早よ見せろや、マジで。これうわ可愛いの、もう猫最高って言ってたらもう1時間経ってた。やば、もう1時間もう働かなきゃって感じで、次のムーブに動きますと。はい、次のムーブはですね、まずパジャマに着替えること。これはいつでもよかったんだよな。実はこの人にとあるものを届きました。これ何なのかと言いますと、たたーん、ランドリーラックでございます。これね、ずっと欲しかったの。うちのね、洗濯機エリアのところちょっと狭くて、なんかカゴとかあるじゃん、洗濯物入れるやつ、それがねマジ邪魔なの。なんかスペースがなくなるっていうか、やだなと思ったんで、思い切って買っちゃいました。だいたい5000円ぐらいだったかな。Amazon で買ったんで、よかったら探してみてください。どれだかわかんないけど。で、これさ、バカ時間かかったの。2時間かかったの、こんなん作るのに。もうパーツもさ、ないと思いきやあったりするしさ、もうほんと大変だったの。この後理由が出るので、よかったら見ててください。というわけで完成です。いい感じにできた、もう超満足だったなと思って、その間にとりあえずいらないものとか今まで置いてたものどかそうって言って、洗剤めちゃくちゃあんの。この洗剤の量も全部うちのお母さん買ってくんの、マジやめてって毎回思ってます。というわけで持ってきたんだけど、まず背だけ入んないの、高くて。で、まずそこで一苦労を、で、入れるときに、なんかこう、入れるサイドみたいなのあるんだけど入んなくて、やっと2回作り直したこれです。
超疲れたよ、なんかアップすんなよ。はい、で今度はね収納してきます。これねボックスを買ったんですよね、アマゾンで。何なのか知らんけど、収納ボックスしろってやったら出てきます。ちょうどいいサイズでした。かわいい。はい、で次はリビングをきれいにしていきます。このリビングすっごい好き、大好き。はい、というわけでお待たせしました、お風呂の時間です。うちね、お風呂今まで入らないタイプだったの。ずっとねシャワーでいいやと思ってたんだけど、あの編集者あるあるなんだろうな、これ骨盤がずれてって、背骨もずれてって、あと眼精疲労によって背骨もね全部あのずれることがあるらしいのね。それ若干あったりして、ちょっと直すためにお風呂に入りなさいって言われて入るようにこうやってねしています。でお風呂に入ってる時何をしてるのかというと、携帯見てますみたいな通り。最近の運動がハマってんだよね。可愛くない、もうラッコ最近好きなんだよ、なんでペシペシしてんのっていうことでいきなり出てるんですけど、最初にやることは水を飲むことです。本当にいきなりでごめんなさい、びっくりした私も。カットしちゃったんだきっと。はい、顔もうふっぺの中にね水入れちゃうんだよないつも。わかんねえ、はよはよ次行け。もうだいはい、はい、次こちらの髪ブラシですね、ヘアブラシ。あと髪ブラシ、あのこれチェンゴーってやつだったかな、忘れたんですけども、なんか濡れ髪用のブラシらしくて使ってます。はい、で次にですね使っていくのがこの化粧水イプサってやつですね。これはねさなまるちゃんからいただきました、ありがとう。超使ってて、あのその日の肌の調子に合わせて化粧水を使い分けるようにしています。もう一個はねなんか米なんちゃらなんちゃらってやつ使ってます。でこれはね乳液で、ななこちゃんがおすすめしてくれたんだけど、ミノンアミノモイストっていう乳液、めちゃくちゃ良くて助かってます、ありがとう。はい、これ最近買ったやつなんだけど、オバジーシーセラゲルム、あセラムゲル、わかんねえなこの名前。ということで次こちらリップクスクラブってやつだね。これマックのやつなんだけど、スイートバニラって言って、これねあの砂糖でできてるらしいの、だから食べてもいいらしいんだよね。だから一応お子さんとかにも使うことないと思うんですけど、まあなんかほんとカサカサでこもってたら使うのもありなんじゃないでしょうか。でこれすごくない？リップマスクなの。これね、なんだっけ、 TikTok で見たんじゃないかな、で惚れて一生懸命探してありました。リップマスクで出てきます、まんまなんですけど、可愛くないですか。もうつけてる時は、ね、楽しいんですよ。でこのつけてる間は髪の毛はねこのようにブワーンしてます。すごいね楽しいんですけど、この日ねセンター分けにしたわけ、ちょっとなんかへこんだんだよね。あーごめん、これリップなんかよく売ってるやつ、スヌーピーだったんで買いました。はい、でこの次なんですけど、エクストラオーディナリーオイルっていうなんかヘアオイルをですね使ってます。私やっぱブリーチしてるからさ、髪の毛傷んじゃってて、どうしてもだから内側から取ってこうつけて、でだいぶあー手にもつかなくなったなと思ったら上の方をね黒い方をやってたりしています。ということで、はい、やっと来た。そう、前髪すごい気に食わなかったの、変だなと思ってこのようにね濡らしてもう一回乾かし直したっけの。でうまくいくと思うじゃん、大体口ついてるものをこう水濡らせば治ると思うじゃん。やったらなんかエンゼルフレンチと思って、センター版なんか変だなと思ったんだけど、しゃあないということで諦めました。とこちら見せたことないですよね、うちのキャビネットの中です。はい、こうちょっとね分類化してるんだよね、その棚ごとに。でここはリップマスク系だし、でここはお肌系で、そうさっきのお米のやつ、それでこれが今使ってるやつだね。でこっちは髪の毛のヘアケアだったり、あのドライシャンプーとか撮影用のものを使ったりしています。はい、でこれはもう適当なもの、なんか適当なもの、適当な綿棒と拭くやつ、それ昔ファンの方からいただきました、使ってるよありがとう。でこっちの棚はね、あのヘアシャンプーとかいただいたものだったり、あとネイル関連こういうものを置いたり、あとこれ香水なの全部いただいたもので、あのいやピンクのやつは自分で買ったな、すごいいい香りで、これはドライシャンプーじゃないです、なんか髪の毛カッタくするライブ用のやつです。ということで騒がしい夜から静かな夜へといらっしゃいましょう。いらっしゃいませ。ということで、はい、この日はね、もう眠いってなってすぐ寝ました、この日は本当に。はあ、普段ね、ゲームしたりすることもあります。で、この日はちょっと気分を上げるためにこれ、ライトつけています。つけるときとつけないとき、もう本当気分によって違うんですけど、この日はお月様つけて、はい、眠りに向かったとさ。おやすみなさい。ジニのナイトルーティンはいかがだったでしょうか。モーニングルーティンと違って結構せっせと動いてます。朝はさ、家事をする気にならなくて、もう起きるので精一杯なの、寒いと起きられないし嫌なのね。
だからね、毎晩寝る前にも朝気持ちよく起きれるように、朝気持ちよく綺麗で眠れるように、あのお家をよく掃除してから寝るようにしてます。あとはね、ずっと携帯いじってるね、暇時間さえあれば。ゲームはね、今日ゲームはね、今日はしなかったんだけど、いつもはね、ゲームは向こうのなんかソファーのところがあったじゃない、あそこでゲームしたりしてます。もしくはこうやってコントローラーを置いてゲームしたりすることもあります。それじゃあみんな、おやすみなさい。今日の動画見てくださってありがとうございます。よかったら高評価、チャンネル登録、コメントなどなどよろしくお願いいたします。それではおやすみなさい。 Good night.